そうなんですよ、リコさんにとって初めての舞台が決まったみたいで、まあ、ちょっと私はちょっといろんな事情がありまして、まあ、ちょっと見に行くことはできないんですけれども、まあ僕は正直言うとリコさんっていう人っていうのは、あの君が落とした青空っていう映画知ってますか？ネットフリでなんか見れるみたいなんだけど、でそれで初めて知って、すげえいい演技、なんか僕にとってすごいなんか感銘を受けまして、それでなんかずっと応援をしてるんですね。まあ僕ファン多いですねーと思いながら見てるかもしれないですけど、2月にはスクロールっていうスクロールで、あ、やべえ、テレサに取られた。で3月はちぎらくんに、なのにちぎらくんは甘すぎるっていうやつでしたっけ。まあそれにも出てるって聞いたんで、まあ僕も正直めっちゃ応援してます。